ご覧いただきありがとうございます。賃貸の正木の田中です。本日は木津川市にございますダイバハウスさん施工の安心設計の 1LDK の綺麗な賃貸アパートにお邪魔しております。本日電気の、供給がストップしているため一部暗いところがございますがご了承ください。まずね、こちら、綺麗なリビングスペースからご紹介いたします。また横長タイプのゆったりとしたリビングとなっておりまして、こちらの方には室内の洗濯機、洗濯物干しがついております。もう使わないときはね、こういった感じで収納していただけます。またリビングの方も、にはエアコンが1台備え付けです。でこちら、バルコニーとなっておりまして、日当たりのいいねバルコニーとなっております。前が駐車場となってますので、本当にね洗濯物も早く乾きそうな物件ですね。シャッターの方もついております。で、キッチンがカウンターキッチンタイプとなっておりまして、内側の方がこんな感じです。二口のガスコンロがついたシステムキッチンとなっております。上下のパネルがおしゃれですね。また、防犯対策としまして、こちらモニター付きのインターホンがついておりますので、訪問者の、ね、方を顔を確認してバッチリご対応していただけます。で、こちらが玄関スペースです。ゆったりとした玄関の方には、こういった大きなシューズボックスがあらかじめ備え付けとなっております。玄関入りまして右手です。こちらにはオシロレット付きのお手洗いと、その隣が水回りとなってまして、こういったような大きなシャンプードレッサー付きの独立の洗面台と、室内の洗濯機置き場。その奥の方にお風呂がございます。こういったような小窓が付いておりますので、換気の方もね、バッチリしていただけるお風呂となっております。もちろん追い焚き機能や上の方には浴室乾燥もついておりますので、本当に、ね、充実した設備となっております。で、廊下に戻りまして、こちらがちょっとした収納スペースとなっています。で、奥行きが結構ありますので、日用品のね、ストックなんかも収納していただけますね。はい。で、最後にこちらの洋室のご紹介です。綺麗なお部屋となっております。天井でしたり壁の方が白で統一されてますので清潔感がございますね。で、こちら、人気のウォークインクローゼットとなっております。かなりね大容量なスペースとなっております。ハンガーパイプやこういった棚が通ってますので、お布団でしたりねもう収納していただける本当に便利な収納スペースとなっております。詳しい情報につきましては賃貸の正木ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。